田君は左バッターですから当たる心配がありませんから、はい、逆にこのボール投げやすいですよね。多少シュートの軌道を描いても大丈夫ということですね。そうですね。ファウル、バッターに力みはないですか。うん、よく今のボールもですね、ファウルで逃げましたね。4番が決めるゲームというのが目立っています。第1試合花巻東は4番猿川がホームラン、昨日報徳学園も4番が決めました。ファール、うん、まあ、本来ですとですね、まあ、左バッターですからフォークボールを使いたいんですよね、だけど創一のバッテリーは先ほど打たれたフォークのイメージが抜けてませんよね。それでも投げた方がいいですか。うん、私はですね、思い切ってここは低めのフォークボール投げられるんだったら投げた方がいいですね。キャッチャーの土屋、小野田、成長著しい2年生バッテリー、ストレート打ち返した、タイムリーだ、3対2勝ち越し、もう1点に4対2、4番井上2点タイムリー、期待に応えました。見事な岐阜の攻撃です。集中力があります。4対2、堂々たる4得点。早稲田実業ピッチャーが変わります。やはりストレートだったですね。もうストレートしか投げるボールがなかったですよね。そうなんですね。それだけに遠藤君が 2-2 からフォークボールを打ったのは非常に大きかったですね。今日はストレートは良かったんですが、追い込んでからのフォークですとかスライダーとか、ストレート以外の球種があまり目立たない投球となりました。過去2試合はしっかりとゲームを作ったこの小野田ですが、リフの集中力がここまで上回りました。さあ流れを変えるための鈴木の登板です。今日はランナーを置いているピンチの状況からいつでも行く状況にはしてあります。リリーフで投げるベンチの信頼感も十分です。鈴木がマウンド、流れを切りたいところです。ワンアウトランナーは一塁二塁という場面でリリーフのマウンドに立ちました鈴木。5番の右バッターの湯野村、ライトのポジションにこの小野田が入りました。8番、6番ライト小野田で7番にピッチャーの鈴木が入ります。ライトの7番の柿沼がベンチに下がりまして、ピッチャーの鈴木が7番の位置に入りました。早稲田実業湯野村、チャンスが続きます。鈴木も2年生、鈴木投手はスライダーやチェンジアップですかね、変化球に安定感がありますね。そうですよね。ストレートとやはりこの変化球で、まあ、打たせ取るタイプのピッチャーですよね。逆転のイニングにしました。2対2の同点に追いついて2点勝ち越しました。うん、当たったか、デッドボール、ツーナッシングと追い込んだんですが慎重に多分当たってしまいましたか。ワンアウトランナーフルベース、
流れがなかなか断ち切れない状況になっています。東京早稲田実業の守りです。満塁、打者一巡、6番のショートの桜田がこのイニング9人目のバッターです。完全に宮城のリフがこのイニングは勢いに乗っています。甲子園での勢いに乗ったチームのそのイニングの攻撃というのは相当なものが守る方にあるらしいですね。相当ですよね。もう本当力以上のプラスアルファが発揮されますよね。なんとか受けて止めなければなりません。守る方の気持ちはどんなことが必要ですか。あの絶対気持ちを上で守ってはいけません、はい、もう攻めていくことですよね、うん、要するに内野手であればボールが飛んでこいと、こういう気持ちが必要ですよね。牽制、野球というのは本当に1球で流れが変わりますから、まあ、総率としてはどうにかここは食い止めてほしいですよね。攻撃力はありますからね。そうですよね。岐阜はもう1点でも欲しいですよね。緩いボール、ボール先行、ワンツー、ランナー満塁です。自身のリード、土屋、両ベンチを見ました。このケースバッターの桜田君はもうほとんどストレート狙いだと思いますよね。このカウントでしたらバックホームの体勢は早稲田実業。見た、ワンスリー、ライトのポジションの小野田。こんな形で鈴木にするリリーフにリレーするイメージはなかったでしょう。ランナースタート、スクイズできた、とグラブにつかない、ホームイン、5点目。スクイズを決めました、リフ。バントが内野安打に記録され、もう1点、5対2、いい形で追加点を挙げました、三塁ランナースタート、ワンスリーからスクイズ。これは守る方の頭にもなかったでしょう。グラブトスを狙ったんですがグラブに引っかかりませんでした。あの非常にいい攻めですよね、はい、これはもうとにかくバッテリーは守りようがないわけですよね、ストライクを投げなかったらこれはもう押し出しですから、まあ、そういう面では逆にリフトベンチは非常に勇気がいる作戦ですよね、ダイソーから打席を迎えます布施。まあ、今勇気がいると言ったのは一つ間違って満塁ですから、はい、当然正面つけばダブルプレー、フライが上がってもダブルプレーですから、こういう展開でですね、押せ押せの攻撃が一番恐れることはですね、流れを止めるプレー、はい、そういうプレーをしたくないんですよね、うん、攻める方がですか。そういうことですね、はい、その中でスクイズというのは結構その確率があるんですよね、はい、リフ小原監督はうまくいきました。フェア、バックホーム、ツーアウト。ここは丁寧に鈴木がバックホームしました。ツーアウトランナー満塁です。5対2、一気に5点を挙げました。5回の表のリフ、前進守備から後ろに下がります。早稲田実業の内野陣、塚本はノーアウト一塁から三塁への安打というのはバスターエンドランを使ってきました。面白い打球出てくるな、とうまく取った、落ち着いてる、スリーアウト。難しい打球を最後はセカンドの磯網がさばきましたが、リフ見事、リフが見事な集中攻撃で5点を挙げました。素晴らしい攻撃でした。リフ2対0から1回から攻め込んでいたんですがなかなか点になりませんでしたが、まず遠藤の同点タイムリーからご覧いただきましょう。ランナー2塁3塁で1番の遠藤に帰りまして、見
見事なバッティングでした。タイムリーツーベースヒットになりました。同点打、さらに満塁になって4番の井上。ここも木島さん、バッテリーとバッター粘りの勝負になったんですけどね。そうですね、まあ、5球続けたストレートだったですよね。その後スクイズでもう1点を加えました。リフが5点を挙げまして5対2。センターへ返していった打球でした。3点を追います。2番のレフト大谷から。まあ、リフのピッチャーの塚本君としてはこの3点リード、これでどうピッチングに逆に影響が出るかですよね。はい、うん、影響とおっしゃいますとどんなことが考えられるんですか。この3点リードをですね、守ろうと思ったら必ず追いつかれます。はい、うん、とにかくこの3点はもう上げてもいいぐらいの気持ちで1人ずつバッターに攻めていく必要がありますよね。ノースリーからワンスリー。ゲーム前の話ではもう最初から1人ずつという意識を持つんだと。ボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。5対2とゲームをひっくり返した後、そのすぐ後の守りです。塚本、早稲田2番が出ました。中軸です。3番キャッチャー土屋、4番ファースト森、5番キャプテンセンター中野という打順です。ああ、送る構えですね。まず1点ずつ泉監督としては考えるんですか。そうでしょうね。創立はやっぱりそうやって勝ち上がってきたチームですから。はい、まあ、とにかく塚本君の意識の中でですね、本当に1人ずつアウトを取る、その意識が大事ですよね。ということはバントさせていいというような発想でいいんですか。その通りです。サードが出てくる、バントします。ピッチャー前、キャッチャーが出る、遠藤、セカンドの佐藤が入りまして、ワンアウトランナー2塁です。ということはある意味両者これでいいわけですね。早稲田実業は送りました、リフはアウトを取りました。そうですね。タイムを取ります。守りのタイムはリフ。4番の森を迎えたところ、ここ小原監督はかなり慎重ですね。うん、そうですよね。やはりピッチャーの塚本君3点リードしてですね、この気持ちの変化がある、はい、そう読んだんでしょうね。ですからここで1回間を取って、まあ、とにかく次のバッターに集中しなさいと、はい、1つずつアウトを取りなさいと、こういう指示を出しているでしょう。青池選手、背番号18番が行きましたが、一番チームのことを分かっていて、その青池が小原監督の指示を伝えに行きました。いい当たり、抑えた。ランナー二塁へ戻る。ああ、送球がアウト。二塁ランナーはそのまま、2アウト、ランナー二塁です。ちょっと送球ヒヤッとしたリフ高校でしょうが、アウト、2アウト、ランナー二塁。打球はいい当たりでした。5番センター中野、力のある右バッターが続きます。ここは早稲田実業としては1点取ればかなりいけるぞという感じになりますか。まあ、5点取られた後の1点ですから、ええ、全然違いますよね。取るか取らないかではですね。リフとしては1点ぐらいはいいという考えでいくんですか、それともここは1点も与えない感覚でいくんでしょうか。当然そうですよね。まあ、とにかくですね、点差関係なくですね、ええ、次のバッターをとにかく全力で取るということ、はい、これに集中すべきですよね。でもう塚本君としてはもう行けるところまで行くと、はい、でその後はもう違うピッチャーに任せると。